義シの戒名が刻まれた墓石赤松や菩提寺、昭安寺に残る赤松義シの墓。赤松義シは、ハリマ国の戦国大名、赤松氏の第十二代当主、ハリマ沖潮上場主、赤松春政の着難として生まれる。原服に際して、室町幕府第十三代聖大将軍、足利義照より返記を受け、父、春政の署名。 正助の一時と合わせて義助と名乗る、天文23年、三好長慶と通じて、アタ冬、ヤスシと共に、ハリ赤市城の赤市市、三木城の別所村寺を攻めた。成人後は父、春政と連所体制で政務に当たっていたが、永六元年8月には、小寺聖職などの貢献を得て、家中騒動を起こして、父を追放し、家督を相続して、赤松市の当主となるが、 春政は、娘婿の赤松正秀を、頼り、辰野城により、吉助に対抗した。A67 年には、浦上正宗の長男、浦上清宗と、黒田職、高志の娘との結婚式を、赤松正秀が奇襲し、正宗、清宗親子が討ち取られるという事件が起きるなど、騒乱が続いた。しかし、A68 年に、父の春政が病没したため、 春政の意向で宗家と、相対していた正秀は対立の理由を失ったので、吉助と和解が成立するが、その後に正秀は、理科美城を攻め取るなど、軍事行動によって、勢力を伸長し、また、A60 年には、独自に当時流浪の身であった、足利義明と接触し、関係を持つなどの動きを見せるようになる。また、一方で、東張馬の有力者である、別所康次も、 独自に動いていたが、義助の治める赤松家には、こうした動きを漁する力はなかった。A61 年9月、織田信長の協力を得た義昭が、征夷大将軍に就任すると、正秀は、自分の娘を義昭の次女として仕えさせようとした。義助は宗家を無視して勝手に将軍と結びつきを、深めようとする正秀に起に怒り、後期上主将事聖職に命じて的へと向かう正秀の、 娘を拉致させ、正秀を武道の人志として球断し、備前の浦上胸影へと挙兵を促し、正秀を攻撃して、内畑さんとした。要請を受けた、胸影もこれを勢力慎重の後期と捉え、備作衆を率いて、針馬に侵攻し、正秀の領地を脅かした。翌六十二年二月には解放された、正秀の娘が京とつくが、胸影は相変わらず正秀を攻め立て、 マ秀は、足利義昭に救援を求めた。救援要請を受けた義昭は信長に、正秀救援を命じ、同年8月に、池田勝正を対象とする、摂津州に、安次が加わった軍が、ハリの義シ領に侵攻した。時を、同じくして、胸影も、浮ッ田直ナの無本によって、備前に戻らざるを得なくなり、義助は、聖職と組んで、勝正、 安すに対抗したがかなわず、小山城、高佐五城などを、次々と落とされてしまう。一転して窮地に立たされた吉助は、沖潮城にこもり、池田、別所軍の攻撃にひたすら耐えた。しかし幸運だったのは、小田家も当時はまだ、三好氏などが健在の機内に安定した勢力を、確立しているとは言い難い段階であったことで、月には、は途中で、信長によって呼び戻され、 機内へと撤退し、安次も兵を退いた。義助はこの後すぐに、小田家に接近し関係修復を行い、小田家への侵入の証として、乗り草を出陣させ、正秀の領地である立野を攻める浦上軍と退治させた。一方で、正秀は、黒田職、高志、義高親子に、青山、土岐山の戦いで惨敗し、その後に胸影の攻撃を受けて、立野城を、 浦上軍に奪われ幽閉処分を暗い翌年に暗殺される。また、浦上軍に反旗を翻していた。直家も、浦上軍に降伏して一連の動乱は収束し、吉助は窮地を脱した。吉助救援という名目で出陣している以上は、胸影は攻撃して小津立つのを攻め立て、また乗りふさも繊維はなかった。11月には、勝政、和田これ政、 痛みただちからが、正秀救援に駆けつけたが同月中に、正秀が、浦上軍に降伏したため、ほとんど戦うことなく、機内へと戻っていった。また、乗りふさも、浦上軍が針馬を去ると、義助も起死に戻っている。翌元気元年に、この乗りふさに家督を異常し隠居する。時期は不明だが、乗りふさと折り合いが悪く一時、三木の別所重宗の下に移動しなければならないほどの、 緊張状態に達したが、ほどなく、のりふさと若い市を岸お城に復帰している。隠居から6年後の天正4年2月15日、吉介は、間もなく病没した。A61 年、後に、宝光寺の金を鋳造することになる、悪田古老衛門に、張馬国内の芋の死統活を許可した記録が、残っている。墓所は、姫路市夢崎町小安寺跡地にある。ありがとうございます。